世界のジャパンチャンネルへようこそ。鉄を売りたいあまり世界を巻き込むトラブルメーカーの中国。今世界の顧客が中国から撤退する動きを見せる中、日本のとある製鉄会社がすごい勢いで成長中なのをご存知でしょうか。今回は中国からの脱退、世界とも戦えるに関する話題をご紹介します。日本製鉄株式会社は鋼鉄業界では言わずと知れた大企業ですが、その業績はここ数年低迷していました。日本製鉄は2012年に新日本製鉄と住友金属工業という2つの会社がグローバル競争で存続していくために合併してできた会社。中国など海外勢の台頭が凄まじい中で、国際競争力をつけるために取った選択でした。名前の通り、簡単に言うと鉄を作っている会社なのですが、現代ではその種類も進化しています。例えば超配転鋼板という鉄は軽くて強い鋼板で、自動車のボディなどに使われ、安全性を保ちながら自動車本体の軽量化にも貢献。また EV やモーターなどに使われている電磁鋼板もエネルギーロスを最小化する省エネ材料として需要を伸ばしています。これらのおかげで日本製鉄の収益は格段に増加。2023年5月10日に発表した最新決算は、売上が約8兆円に達し、事業利益は2年連続で9000億円を超えています。しかしここまで来るまでには多くの苦境があり、特に海外向けの販売不振が大きな課題となっていました。世界的に見ても鉄が売れない状況が続いていましたが、その大きな原因として中国が絡んでいます。時はコロナ禍の真っ只中、中国政府が行ったゼロコロナ政策により人の動きが制限され、建設労働者を現場に集めることができなくなり、すでに着工している工事ですら進まなくなってしまいました。当然工事が進まなければ使うはずの鉄の流通も止まってしまいますよね。さらに中国の鋼鉄メーカーの過剰生産も世界の鋼材マーケットを荒らす要因で、安いものを大量に売ることで価格崩壊が起きる、いわゆるチャイナショックが起きていました。過去にはタイの鉄鋼大手が経営破綻したこともあるチャイナショックですが、世界のマーケットに及ぼした悪影響は中国自身にも返ってきます。中国政府は余った鋼材を海外へ輸出するのを防ぐために、輸出の際の優遇措置を撤廃。国内で消費もできず輸出もできなくなった中国の鋼鉄メーカーは、工場の閉鎖や売却する事態に陥っているようです。このような中国による背景の他にも、鋼鉄メーカーが苦境に立たされた要因はいくつかあり、例えば貿易摩擦の影響で国産の鉄鋼製品の輸出量が落ち込んでいたり、鉄鉱石と石炭の価格が高止まりして生産コストが上昇していることなどが挙げられます。なぜ鉄鉱石などの価格が上がったのか、ここにも中国が絡んでくるのですが、中国とオーストラリアの政治的な対立がその原因。オーストラリアの鉄鉱石の確定埋蔵量は世界4位で、石炭の確定埋蔵量は世界3位となっていて、世界トップレベルの輸出国。しかし2020年から中国がオーストラリア産原料の輸入を制限し、中国国内北米モンゴルに限定。これにより北米産の石炭の価格が急騰し、中国以外の海外メーカーがオーストラリア産の調達を増やしたところ、今度はオーストラリア産までも急激に値上がりしたのです。こうした状況を受け、世界の鉄鋼業界は苦境に立たされたというわけです。2022年のデータでは世界の粗鋼生産量は前年比 4.2% 減、日本も 7.4% 減と目に見えるほど落ち込んでしまいました。そんな中国の旗迷惑な動きは他にもあり、なんと日本製鉄が200億円の支払いを求める裁判まで起こすほどの大問題まで発生していました。
中国の大手鉄鋼メーカー宝山鋼鉄はトヨタ等の要請により、日本製鉄が中国の方部鋼鉄集団との合弁企業で立ち上げたもの。大元である日本製鉄が所有する特許は2021年時点で1454個。その中でもこの裁判のポイントとなるのが電磁鋼板の特許についてです。電磁鋼板とは電気エネルギーと磁気エネルギー変換効率が高い優れもの。日本製鉄はこの電磁鋼板を誰よりも早く開発しており、特許を取得しています。そしてこの電磁鋼板は開発が激化している EV にとってなくてはならないものなの。しかし日本製鉄が特許を持っているはずの電磁鋼板を宝山鋼鉄が作り販売、つまり日本製鉄の技術を使ったということ。これに憤慨した日本製鉄は宝山製鉄とその鋼材を使っているトヨタ自動車に対して200億円の支払いを求め訴訟。トヨタは今回の提訴については材料メーカー同士で協議すべき事案であると認識しており、弊社が訴えられたことは大変遺憾であります。我が社は材料メーカーとの取引にあたり特許抵触がないことを材料メーカーに確認しており、当該の電磁鋼板についても取引締結前に他社の特許侵害がないことを製造元に確認の上契約しておりますとコメント。対トヨタ自動車との訴訟は2023年11月2日に日本製鉄側が請求を放棄する形で終結。中国の宝山鋼鉄に対してはどうなったかというと、未だ決着がついていません。日本製鉄は中国で有効な特許を持っておらず、直接訴訟しても勝てないという事情もありますが、今後も法廷闘争の本丸と位置づけて専念するようです。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本の鉄鋼では建設に使われるハイスレンド鋼など本当に鉄といっても優れたものが多く、高層建築には欠かせないものです。鉄鋼の品質に問題があれば、地震時や台風などに耐えられないものであれば危険極まりない。品質の良し悪しは都市の安全性を大きく左右させるものです。日本の建築物の優れたところは新日本製鉄のような優れた品質のものによるところが大きいですね。どれをとっても高品質というものは中国には一切存在しない。どんなに安くてもボロはボロでしかない。だからみんな日本の鋼材に切り替えていってるよね。中国は安かろう悪かろうがひどすぎる。物や企業以上に日本人という基盤を失った中国は徐々に取り返しのつかない損失に気づき始めるだろう。この先じわじわと何年も何十年にもかけて、中国とは製鉄工程での品質管理は明らかに違いますね。再生原材料選別基準の時点で中国向けの輸出事業者と日本向け再生事業者とは受け入れ可否基準の大きな違いを感じます。中国向け業者は鉄以外の木材やガラスやゴムなどの付着物もお構いなしで受け入れてもらえます。あのまま溶解し不純物除去もザルなのは容易に想像できます。日本の経営者は素晴らしい。実にユニークな経営目標の立て方だ。日本人は誠実で真面目で、人のために一生懸命努力し世の中の役に立つ品物を作って人を喜ばせる。それは心がとても強いから。素晴らしい国だと改めて実感。供給側をわざと少なくし、品質を高くし価格を上げ、需要側にも納得させる。言っていることはわかるが、全てを満たすは凡人では無理だな。中国の製鉄では金型の耐久性がないと言われています。鉄といってもとても柔らかいのだそう。粗悪品を使うと
後の影響が大きく、安物買いの銭失いになるから、高くても高品質のものが求められる。良いものを高く売ろう。これは全産業で大切なこと。利益率が上がれば、従業員への還元も高くなる。中国の鉄鋼製品は、かなりの割合で建築に使われており、住宅バブルが弾けたらことから、さらに窮地に落ち込むのではないでしょうかね。鉄道の海外進出も思ったように進んでいない状況も、追い打ちをかけているのでしょうね。どの業界にも低価格で仕掛けてくる会社はある。最初は価格で負けてはならぬと、価格勝負に出る同業者も現れる。が、価格勝負は、お互いが疲弊し、いずれ共倒れする。結局生き残るのは、高品質の商品を提供する会社。日本の製鉄企業は日本経済成長とともに、コスト競争に負け、何度も合併を繰り返して今に至る。近年は、高品質の鉄鋼を開発することで対処しているようだ。中国はそもそも独裁国家で、国の関与、値段は好きなように変えられるので、初めから競争にならないし、同じ条件にしなければならない。今後は、そのように持っていくことが重要だろう。中国企業が潰れたのは円安もあるだろうし、いつまでも続くとは思えない。中間とも儲けるためには、手段を選ばないことを意識する必要がある。中国の鉄鋼の品質は悪い。巨額の赤字で12億トンの粗悪品が赤字で海外に輸出されていることも事実だ。独裁的な指導下の鉄鋼会社は巨額の赤字で倒産が続いている。人材も不足していて鉄鋼輸出の品質が悪い。今後、日本からの協力がなくなるのは残念だ。中国のほとんどのものはただのものでしかない。鉄にしてもただの鉄。品質は二の次、日本の技術には程遠い。以上が海外の人々の反応でした。中国製に対する期待値の低さ、国民性も疑問視するような声が多いようです。では、この件について、日本の人々はどのように感じたのでしょうか？一緒に見てみましょう。日本の反応。日本製鉄の毅然とした態度や真っ当な経営で世界と戦っていってほしいものです。中国は東洋が得意だから、製鉄技術を少しずつパクって、さも自国の開発技術と言わんばかりの発表と営業を仕掛けてきそう。橋本社長のやることは面白い。やっとこういう発想力、決断力のある人材が古くからある大企業のトップになる時代が来たか。大発展した会社は数々あるが、それは有能な創設者社長が行ってきたものばかり。国営から始まり、古い体質、飲酒、しがらみを持つ日本製鉄ではとても画期的なこと。橋本社長に今後の日本の製鉄技術とトップとしての手腕、期待しています。建築関係者だけど、一般住宅でもひどい素材を使っていると40年で全改修レベルの経年劣化になる。素材が悪いものを使うところは技術も悪い。当然40年経たずと数年で工事ミスが見つかるし、故障も多い。長く使うものは高くてもいいものを選ばないと、結果的に将来損をする。昔、自社製品が錆びない理由を取材されて、1年365日、24時間塩水かけて、耐久力のいい製品を吟味して売っていたらしい。わざわざ評判を落とすようなデータも出すから、他国が頭おかしいって思っていたとか。そのような歴史で耐錆性が進化していったのですね。やはり信憑性のあるデータがあってこそです。日本の某ゼネコンは、安く仕上げるために海外から鉄を安く購入し、質の良くない鋼材や部材を使用して儲けようとする企業もいます。自分が住んでいる
または買い物などで訪れた建物が粗悪品でできたものだとしたら、ゾッとしませんか？特に日本は地震大国ですからね。安かろ悪かろよりも、技術と品質付加価格で日本は勝負です。中国の技術で作った鉄棒なら、柔らかくて俺の力でも軽く曲げられそうだね。日本製と中国製で耐久レースやったらおもろそう。もし中国が真似ようとしても絶対無理。丁寧なマニュアルがあるけど、各分野で重大な欠陥を出せないための職人的な勘と 0.数%刻みで関わる徹底した管理体制が年間通してできることが最低条件だから。マニュアルと見学では簡単に見せておいて。裏でやっている努力は並大抵のものではない。町の衛生環境すら管理できない国民性では絶対に成し遂げられない。パクってどうかするのではなく、自分たちで作る気はないのでしょうか。プライドが高く、顔を潰されることには、ムキになるのに、人のものを真似することには、プライドはないのでしょうか。それを何とも思わないのが中国だよ。自分の手柄のように、世界に発信したり、訴訟を起こしても何のその。もはやそこにプライドをかけているのではないかと思ってしまうほどの醜さ。日本製鉄が強気の商売ができたのも、生産量を抑えながらも増収を達成できたのも、製品の技術的な優位性を持っていたからですね。中国と同じ製品で、同じ品質ならば、価格競争に巻き込まれてるはず。日本はもうダメ、と嘆きつぶやく若者が多い中で、こういう上の世代がまだまだ成長を志向していることは素晴らしいというかさすがだよ。そもそも江戸時代から50年で欧米列強を打ち負かし、焼け野原から20年でオリンピックを開催した日本ができないことはないと思っている。今までは何でも中国に依存するという流れが大きかった。しかし、結果的にはそれが本当に日本としてプラスになったのかということを、最近はいろいろな分野において強く実感することが多い。以上が日本の人々の反応でした。日本製鉄の飛躍と橋本社長の手腕を日本が認めている、そのような印象を受けます。日本の製鉄技術は高いことで知られていて、チタンにおいても軽量で、錆や腐食に強いと世界で評判。また、二酸化炭素排出量などを開示する環境認証エコリーフをチタン薄板で取得したも、2023年10月に発表しました。エコリーフはサステナブル経営促進機構が認証する環境ラベルのこと。製品の原料調達から廃棄、リサイクルに至るまで、全過程での環境負荷を定量的に可視化できます。鉄鋼に続き、チタン製品でも環境負荷を客観的に評価できるようになった形。このチタンは自動車だけでなく航空機、建築など身近なものにも採用されています。さて、話題になった日本製鉄が好業績を生み出した背景には、現社長の橋本英二氏が掲げる3つの改革がありました。その3つの改革とは、高級鋼を値上げする、国内鋼炉を5基削減し、粗鋼生産能力も 20% 削減する、汎用品の比率を下げ、高付加価格品に注力するとなります。まず1つ目の高級鋼を値上げするについて、これはトヨタ自動車向けをはじめとする鋼材の価格引き上げです。日鉄とトヨタの部品メーカー向け鋼材をめぐる21年度下期の価格交渉は、1トンあたり2万円の大幅値上げで決着。これは2010年度以降で最も大きい値上げ幅と見られています。トヨタ側は値上げに落胆したようですが、日鉄はトヨタが求める性能や機能に応えるため、設備投資や製品のブラッシュアップを行い、自分たちの商品に自信があったからこその交渉。さらに製造量も減らしていたため、なおさら強気の姿勢で交渉に臨むことができたと考えられます。二つ目の改革、国内鋼炉
5機削減し、素行生産能力も 20% 削減するという方法です。事業縮小のようにも聞こえますが、そもそも鉄鋼業は巨大な装置産業で、設備が大きく固定費も巨額。その固定費を賄おうとすると、稼働率を上げるしかなく、採算度外視で生産安売りする状況が続いていたのです。これを改善すべく、橋本社長は日本製鉄の中核設備である高炉5基を停止することを決めたのです。2020年に北九州市、2021年に呉市と和歌山市、2024年末には鹿嶋市と停止していく予定となっています。日本製鉄としては、国内鋼材需要が現状の年間6000万トンから、2025年度には年間5400万トンまで減ると見ていますが、人口減や高齢化で需要が減るであろう、日本の現状に身の丈を合わせている戦略というわけです。また、設備のスリム化を図ったことで、経営陣や営業部門の人たちが供給量の限界を交渉の切り札として打ち出せるようにもなりました。そして3つ目、汎用品の比率を下げ、高付加価格品に注力するに当たるのです。言い換えれば、過剰設備の集約で固定費を削減しながら損益分岐点を下げたということ。橋本社長は2019年4月に就任したのですが、その頃の日本製鉄は赤字決算の厳しい状況でした。そこから最優先課題に挙げたのが収益の回復です。結果、値上げを実現させた2021年度を機に、日本製鉄の業績は回復していったのです。最新の情報では、2023年度の売上収益は前年度比 128% 増の9兆円。事業利益は2023年8月の予想から500億円上方修正し、同 19.3% 減の7400億円を見込んでいます。日本製鉄と橋本社長は、これからも日本の製鉄業界を牽引してくれる存在。日本の製鉄業界が明るい未来へと進んでいくことが楽しみですね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。